はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。本日はサプライズチケットプレゼント企画ということで、サプライズチケットの3000円分をかける10人に今回もプレゼントしていきたいなというふうに思います。いやー、チャンネル登録者数もね、6万人の方を超えまして、実は、昨日かな、超えたんですよ。本当にありがたいことで。まあ、その感謝を伝えるためっていうことと、本当のサプライズが来たから、グラブル。サプチケがね、本当のサプライズで、事前情報全くない状況だったので、うわぁ、本当に来ちゃったよ、みたいな感じだったんだけど、今回はね、サプチケ料金を皆さんにプレゼントするっていう形でね、皆さんにいつも応援していただいている感謝の気持ちっていうのを伝えていきたいなというふうに思います。で、今回の参加方法もいつもと変わらずなんだけど、Twitter の方にですね、僕の、下の共有タブっていうのがあると思うんですけど、 YouTube の方下の方スクロールした共有タブっていうのがあるんだけど、それで僕の動画の URL ツイートしてもらえれば、URL というかタイトルも込みでね、タイトル込みとあの URL の方、僕のこの動画の URL を、テープしていただければ、僕の方がエゴサをして、そこで10名を選んで、ウェブマネーカードを3000円分10人にプレゼントするというような形でやっていきたいなというふうに思います。これは前回も言ったんだけどね、この動画で正直来ると思ってる俺のコメント、これはタイムリーだったんだけど、水田さん、もしかしてこのプレゼント企画税金対策ですか、みたいなコメントが来ることが予想されるんですけれども、これはちょっと前回のね、プレゼント企画でも言ったんだけど、僕は皆さんに感謝をしていると、でも感謝をしててもやっぱり感謝していますよって伝えないとやっぱりね、分からないっていうこともあると思うんで、こういう要所で皆さんに感謝を伝えられるのであれば、それに越したことはないかなっていうふうに思っておりますというようなお話でございました。というか、節税するほど金がないということでね、プレゼント企画、今回やりますので、皆さんももしよければ、ご参加ください。期限は、5月13日までが、サプチケの期限になってるんで、5月10日までにしようかな。5月10日の夜ぐらいになったら、僕が当選者の方、自分のツイッター RU324 の方で発表して、送らせていただく予定ですので、もしよければそっちの方、フォローしなくていいですよ。ツイッターのフォローは全然しなくていいんで、10日になったら、誰に当たったのかなっていうのを確認していただければ。僕ツイッターの DM で送るんでね、 DM もオープンにしておくようにお願いいたしますというような感じです。皆さんのご参加、どしどしお待ちしております。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイ。